皆さんこんばんは、めいこです。今日は久しぶりにグレールの購入品紹介をしたいと思います。本当はもっと早く動画をアップしたかったんですけれども、生まれて初めてじんましんになりまして、じんましんになってからもう2ヶ月になるんですけれども、初めの1ヶ月間は体の全身に出てしまっていて、動画を撮れるような状況でなかったので、かなり遅くなってしまいました。なので購入したのは少し前のものになってしまうのですが、せっかく購入したので紹介したいと思います。今回は4点購入しました。1着目はシャーリングショートブラウス、色はラベンダー、サイズは M サイズを購入しました。お値段は1299円です。カラーはブラック、ブルー、ラベンダー、モカの4色展開になっています。こちらになります。形めちゃめちゃ可愛いですね。丈はちょっと短めになってます。この胸元がスクエアになっているので、すごく私は気に入っています。あとこちらの袖のところ、キャンディースリーブになってるので、すごく女の子らしくて可愛いなと思います。このウエストのところですね、こちらがゴムになってます。結構伸びますね。このゴムでだいぶ胸の下あたりギュッと引き締めてくれるので、ウエストが細く見えるんじゃないかなと思います。私はこういう形が大好きなので、前買ったこちらのグレールの商品もそうなんですけども、同じようにゴムになっていて、だいぶ細く見せてくれるので気に入っています。こちらのラベンダーの色なんですけれども、思っていたよりはちょっと暗めのラベンダーかなと思いました。個人的にはもうちょっと薄い色だったら嬉しいなと思います。あと1点気になるのが、今袋から出してすぐの状態なんですけれども、だいぶシワがすごいなと思いますね。ちょっとこれはアイロンをかけないとダメそうですね。でもすごい形が可愛いので気に入りました。早速着てみたいと思います。続いて2点目はインパン付きレザー台形ミニスカートの M サイズブラックを購入しました。お値段は999円です。安いめちゃめちゃ安かったですね。これはこうだいぶ人気商品で皆さん購入されていたので、前から気になっていたんですけれども、去年ぐらいからかあまりミニスカートを履かなくなってしまっていたので、ちょっと購入は見送っていたんですね。でもやっぱり欲しいなと思って今回購入しました。カラーはブラック、グリーン、アイボリー、ベージュの4色展開になっています。私は悩んだんですけれども、ブラックにしました。サイズは S、M、L があります。こんな感じになってます。フェイクレザーのスカートになります。丈が結構短いので大丈夫かなって思ったんですけれども、さっきちょっと履いてみたらかなり可愛かったので買ってよかったなと思いました。お値段が999円っていうのがいいですよね。めちゃめちゃ安いです。ミニスカートだと心配なのが下見えちゃうなとかあると思うんですけど、これはインパン付きになっていて、こんな感じで下に裏地がついています。後ろにチャックがあるんですけども、こう履いていただくと中がち
ちゃんとパンツになってるのですごく安心だなと思いました。レザーのスカートは一つあるとコーディネートにすごく役立ちますよね。昔は持ってたんですけれども、もう古くなってしまって捨てちゃってて、もう何年も持ってなかったんですね。ちょっとこの999円でこのクオリティはすごいなと思います。このブラックだけじゃなくて他の色も欲しくなりました。久しぶりのミニスカートなので、ちょっと今年は履いちゃおうかなと思ってます。続いて3点目です。3点目はバックルベルト付きハイウエストテーパードパンツです。色はブルーグレーを購入しました。サイズは S サイズ、お値段は1399円になります。カラーも豊富になっていて、ブラック、グリーン、アイボリー、ブルーグレー、オフホワイト、オフベージュ、モカの7色展開になっています。サイズは S、M、L があります。私はブルーグレーを購入しました。こんな感じですね。もうカラーがいろいろあったのでどれにしようかかなり迷ったんですけれども、この色だったら会社にも着ていきやすいかなと思ってブルーグレーを選んでみました。こちらのパンツなんですけれども、生地がだいぶ柔らかいなと思いました。すごく柔らかいですね。またハイウエストになってるので足長効果が期待できるなと思います。パンツの後ろ部分、ちょっとこのベルトで見えにくいんですけれども、この後ろはゴムになってます。生地が柔らかいのでだいぶ履きやすいパンツだなと思います。このついているベルトは取り外しができます。あとポケットがありますね。右左前にポケットがついています。続いて4点目です。4点目はブーツを購入しました。ストレッチスクエアトゥショートブーツ、オフホワイトの23センチを購入しました。お値段は1599円になります。普段は 22.5 センチを履いています。今回は23センチを購入してみました。私は足のサイズが 22.5 センチなのでちょっと小さめなんですけれども、足先がちょっと幅があるので先の尖ったような靴は履けないんですね。なので実際に試着してみて自分の足に合うか確認しないと靴は買えないので、あまりネットで買うっていうことはなかったんですけれども、今回のこちらのショートブーツは足先がスクエアになっているので、これだったらサイズを少し上げれば履けるんじゃないかなと思って購入してみました。このブーツの中敷きもクッションになってて柔らかいので履きやすいんじゃないかなと思います。ちょっと実際丸1日とか履いて歩いてみないと
足の疲れ具合はわからないと思うんですけれども、触った感じはだいぶクッションが効いてるかなと思います。チャックは後ろにあります。またヒールの高さが 4.5 センチで低めなので、とても歩きやすいです。でしょうか。今回は4点購入品を紹介させていただきました。3月に注文した後ジンマシンになってしまって、動画撮影ができなかったのでアップするのが遅くなってしまってすみません。中にはもうすでに売り切れてしまっている商品もあるんですけれども、春に着れる商品ということでご紹介させていただきました。また今予約商品も注文していまして、5月中旬、5月下旬に届く予定です。届きましたら紹介させていただきたいと思いますので、よかったらまた見てください。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。